北九州市は100年を超えるものづくりの実績を重ねて発展してきた都市です。我が国の産業界をリードしてきた高度な技術と卓越した技能は、さまざまな分野で活躍する熟練技能者たちによって今も脈々と受け継がれています。北九州市はものづくりに関わる高度技能者を北九州マイスターとして認定し表彰しています。技能の超人伝説、ここに始まる北九州マイスター列伝2017。昭和59年の入社以来、一貫して精密金型加工に従事。特にワイヤー放電加工においては、加工機の精度、加工時に発生する熱、加工物のねじれなどを考慮しながら効率よく精密放電加工を行うという卓越した技能を保持。ワイヤー放電加工の第一人者として、その発展に多大なる貢献をしてきた千々和博之さん。私も習い関係検索やってましたけど、あれは直接ワークに砥石が触れて加工します。ワイヤー放電に関しては放電ギャップというのがありまして、直接ワイヤーはワークに触れることはありません。放電ギャップを調整しながらやっていく加工になります。従来分割して検索を行っていたものが、ワイヤー放電加工なら一体加工が可能です。しかも仕上げまで一貫して加工することができます。生き物と同じなんですよね。入れた瞬間にもずっとたわんだりとか、50本芝があれば50本いろんな向き向いてしまいますので、通常のプログラムではもうほぼ加工できないんで、分流のかけ方だとかテンションの張り具合だとか、そこをいろいろ手を加えながらセットからいろいろ考慮しながらやっていくようにしてます。加工時間が大幅に必要だった精密金型製作において、ワイヤー放電加工機が使用されるようになったことで、品質向上と加工時間も短縮。現在では単納期化の実現に加え、超高精度加工も可能になりました。やはりその2ミクロンなりの当たり方というのがやっぱありますので、そこを判断するのに光だけだとどうしてもその判断は私でもやっぱり難しい部分があります。そこで一旦加工を止めて、マジックの色のハゲ具合加工にします。マジックは例えば少し取れてるけど寸法的には変わってないなとか、そういったふうに判断しながらオフセット等を決めて入れていくようにします。仕事に対してのですね、まあ、探求心と情熱ですね、そこにいつも判明してます。私が見た時に、あ、これは使えないなというのが多々ありまして、やはり交差があるわけで、入ってきたものを確認すると 67.6 ミクロンから 69.8 ミクロンくらいの2ミクロンくらい差があったんで、その2ミクロンというのは、超精密加工になるともう命取りなんで、そこをまず整える。千々和の持っている技能をもちろん後進に伝えていただくのはもちろんのことですが、ものづくりに対する姿勢ですね、ここら辺もしっかり後進の人に伝えていただきたいと思います。その意義が分かってないと違ったワークが来た時にはもう対応できません。なので一つ一つやっぱり考えさせながらやることに着目。機械一台一台に温度計をつけられたかというのが疑問でした。ワイヤー加工をする上でベースとなる環境は整えてもらった。しかし加工精度を維持するためには、機械一台一台の状態を把握する必要があると言われました。液温は精度に直結するということでした。今までの私の経験、失敗した経験をどのように伝えていくかということで、もういろいろありすぎてですね、その場その場で気づいたことを部下に指導していくと。ミクロン単位の精度を追求し続けてきた千々和さん、今後をこう語ります。
で今30年経ってですね、振り返るとトータルで間違ってなかったかなと、そういうふうに思ってます。これからもですね、そういった形で取り組んで、5年後10年後また振り返った時にそれで良かったなと思えるような、そういった過去をですね、伝えていきたいし、私自身もまだ取り組んでいきたいと思ってます。幾多の困難にも立ち向かい、傑出した技能と知恵を磨き続けた北九州マイスターたち、彼らを駆り立てたものづくりへの情熱、そして未来への希望、技能伝承は次世代へ託され、ものづくりへの遺伝子とともに長く後世へと伝えられ続ける。